アントニス・モルは、オランダ出身の肖像画家。彼は、アントーン、アントニアス、アンターニス、モア・バンダ・ショースと、アントニオ・モロ、アンソニー・モア、など様々な呼び方をされたが、ここではイングランドでの名称を用いる。モルは、ユトレヒトで生まれた。彼の幼年時代でわかっているのは、ヤンファンス・コーレルの下で芸術の手ほどきを受けたことで、ある。 彼の初期の作品は1538年頃にストックホルムで描いた肖像画である。ユトレヒトでマルタ騎士団の援助を受けて1541年頃絵を描き、1544年にベルリンで二人の巡礼の絵を描いたことが示される。どちらも無名の女性の肖像画でフランスのリール私立美術館にある。その信憑性は証明されていないが、 彼の初期の作品と推測されている。1547年、彼はアントウェルペンでセール家組合の一員となり、すぐ後の1548年にモルに興味を持ったアラス司教アントワーヌ・ド・グランベルが講演者となった。モルを神聖ローマ皇帝カール五世に配慮させたのもグランブルであった。モルのグランブル講演の下での経歴の初めに描かれた作品は、 二つが特に知られている。グランブルスーキ教像とアルバコー、フェルナンド・アルバレス・デトレド像である。彼は1550年に初めてイタリアを訪問し、ローマでキツィアーノの作品を模写したという。彼の描いたキツィアーノのダナエ像が知られる。モルはカール5世の娘マリア・フォン・シュパーニェンの命でポルトガルへ行った。間違いなく彼にとって 初めてのポルトガル訪問であり、ポルトガル王妃、カタリナの肖像画一枚とマリア王女の肖像画を描いた。ジョアン三世とカタリナ王妃の肖像画は多くがリスボンにある。この後彼はマドリードへ行き、マリアフォン・シュパーニェンノとマクシミリアンの肖像画を描いた。プラド美術館所像の傑作の一つ、無名の若い数奇胸像がラファエロの作とされ、 彼が王孔を描いた作品の一つとされているが、ラファエロの作かどうか疑いが持たれている。モルの作品とも言われている。ローマから彼はジェノバへ向かい、そしてマドリードへ行った。1553年、モルはイングランドへ渡って、女王メアリー一世の肖像画を描いた。政治家ヘンリー・シドニーの肖像画、大使シモンドゥナールの肖像画のすべてはおそらく、モルの手によるものである。 ルナールの妻は3年後までは描かれなかった。この時期、バクルー校のコレクションとして知られるメアリー・チューダーのミニアチュールや21歳頃のエリザベス王女の2枚の肖像画は彼の描いたものとされる。この時期にモルは結婚したが、妻の名前がミトガンであることだけが知られている。結婚前の彼女はカフであったと推測される。モルは資産家となり、 ユトレヒトに住むモロバンダ・ショーストとして知られていた。1554年の終わり頃、彼はオランダへ帰国し、オラニエコー・ウィレム一世像や、その他の傑作を残した。わずか、あと彼は、自画像を仕上げた。モルの最後の記録は1573年のアントウェルペンに現れる。彼は、おそらくそのすぐ後に亡くなったとされる。ありがとうございます。